不況三峡ダム完成以前の不山形の県庁。1999年不況12法。不況12法の一つ、カミンジョボン不況は、中国、長江三峡の2番目の峡谷。重慶市不山形の大名画の川口から、湖北省波東県間渡し口まで、全長4 5トル。長江三協不況庁、猿手山聖類戦もと歌われた。 三峡中屈指の風景名称を誇った。かつては狭い峡谷であったが、現在は三峡ダムの建設により風景が一変した。上流側の富山型は四川盆地東端にあり、富山山脈をはじめ東西方向に伸びる細長い終局山脈多数が並行して走っている。富山型城付近は長江沿いの丘陵地帯で大名画の川口付近にある。 大麗河は北の先制省から重慶市域の不景県に入り、終極山脈を次々と南北に貫いて流れるため、小小山峡、小山峡と呼ばれる峡谷地帯を形成している。長江は大麗河の河口の下流で不況に入り、切り立った終極山脈、富山を北西から南東に貫通する。さらに険しい富山の南を東西に流れ、 波頭圏の盆地に出るまでが不況である。長江の両側にはほぼ垂直の斜面の不散の山々が喫立し、重なる峰が天を隠し火を追い、谷底の長江に太陽が差すことを遮る。長江の水はこの狭い峡谷に殺到し、先を争うような急流となる。波頭圏の盆地を出ると、次は清涼峡に入る。不況の両側にある継承地は、 三代八景十二宝と呼ばれ、特に雲の中にそびえる新女宝が代表的な存在である。その創玉の高等婦女に、その海王が夢の中で富山の新女とちぎりを結び、新女が立ち去る際、王に私は富山の南の険しい峰の頂に住んでおります。朝は雲となり、夕べは雨となり、朝の夕な,なこの老大のもとに参るでしょうと告げた、 という故事が記されている。このことから、不産運輸は、男女の情報を意味する、故事成語となっている。高橋忠彦、新尺官文体系第81巻文選化明治書院、2001年7月25日、344ページ。ISBN4 から625から 67302X。不産の運務。コトバンク 2017年4月16日閲覧。釜山の運運、日本国語大辞典、第2版11巻小学館。2001年11月20日。821ページ。ISBN4 から09から52万千11から7。ありがとうございます。